創設5年目で初の B2 を戦うベルテックス静岡。今シーズンは創設メンバーで先日引退を発表した大石慎之介さんがアシスタントコーチに、また司令塔として大塚優斗選手、富山や横浜など B1 の経験がある橋本直明選手が新たに加入しました。チームの組み立てであったり、僕はアシストがどちらかというと好きなタイプの人間なんで、個じゃなくてチームっていうところはすごい僕は合っていると思うので、そこを見ていただければ、ありがたいなと思います。攻撃も守りも、エナジーある、プレーに注目していただけたらなと思ってます。今シーズンのスローガンは輪を驚き、試合では観客を驚かせる演出も予定しています。ベルテックス静岡は10月5日に開幕戦を迎えます。